今朝起きたら過去の記憶がなくなっていた。俺は昨日仕事に行ったのか。何食べた。もしこれが小説なら、昨日俺は銀行強盗してるか、誰か殺しているか、事件になってないといいんだけど。俺は自動的に写真を撮るようにカメラを改造した。4日後、そこには4枚の写真があった。俺は興味が湧いて、昼休みにそれらを現像しに行った。アパート、切符売り場、会社、コンビニ、全部一緒じゃないか。これが俺の人生。俺は過去も現在も未来も持っていないのか。俺の人生は単なる繰り返しだ。